皆さんこんにちは、ともり新田です。今日はですね、大好評企画、値段別おすすめスキンケアアイテムをご紹介しようと思います。以前は美白で3000円、5000円、1万円という値段別でやったんですけども、今日はですね、皆さんからもリクエストが多かった毛穴ケアについての3000円、5000円、1万円の値段別でご紹介したいと思います。毛穴ってやっぱりね、いろんな角度からケアしなきゃいけないし、もちろん思春期とか若い方だったら皮脂分泌をコントロールするとか、あとは30代40代以降になってくるとたるみケアをしなきゃいけないとか、3000円はどういうアプローチですよとかって言いながら、まあ、3000円、5000円、1万円でご紹介していきたいと思いますので、最後までご覧ください。では早速3000円からいきたいと思います。3000円で選んだものは化粧水と美容液になります。まず一つ目、こちらがオルビスブライトローション M、 そして美容液がキュレル皮脂トラブルケア保湿ジェルです。あれ先生、2つだけですかって思う方もいらっしゃると思うんですけれども、毛穴で悩んでいる方っていうのはある程度皮脂分泌が多い方を想定しています。皮脂分泌が多い方って油分とかをね、自分が出しているわけですから、あえて油分系のもので保湿をしなくても、でしっかりとお水を入れるスキンケアをしていって、足りない部分は補えばいいのかなっていうのもあるし、あと3000円ということも考えてこの2つにしました。まずこのオルビスのブライトローション M ですけれども、これね、深掘りの動画でもお話ししたと思うんですけれども、もともとはこれブライトローションなので美白ケアもできるものになります。有効成分が L アスコルビン酸にグルコシドという水溶性のビタミン C、 そしてもう一つがですね、グリチルリチン酸ジカリウムなんですね。グリチルリチン酸ジカリウムは抗炎症ですけれども、 L アスコルビン酸にグルコシドというのは水溶性のビタミン C ですよね。ビタミン C っていうのはもちろん美白効果もあるんですけれども、ある程度皮脂分泌をコントロールしてくれるということもあります。なのでやっぱり皮脂が気になるとか毛穴が気になるっていう方、ビタミン C を入れていくのってとても大事なんですね。あとはビタミン C というのは皮脂をコントロールするだけではなくて、真皮とかではコラーゲンとかエラスチンを増やしてくれるということもあるので、皮脂分泌が多くて開き毛穴の人、そしてたるみ毛穴も今後気になるなっていう方はビタミン C 入れていきたいなというものもあります。このオルビスのブライトローションは深掘りの時もお話ししたんですけれども、このビタミン C をしっかりと奥に入れられるように圧をかけてね、しっかりと入れるような特殊な処理をしているものになるので、水溶性のビタミン C ってなかなかお肌に、ね、入りにくいということを言われる方も多いんですけれども、このオルビスの特殊な技術でしっかりと真皮とかまで行ってくれるんじゃないかなと思うので、毛穴ケアの代表的な成分ビタミン C もしっかり入っているということでこちらを選びました。そしてお値段はこちらは1980円になります。もう一つがこのキュレルの皮脂トラブルケア保湿ジェルです。こちらも私 YouTube でも何度かご紹介したと思うんですけれども、皮脂が多いんだけれども乾燥もあるニキビ肌っていう方にはかなりおすすめなんですね。というのもやっぱり皮脂分泌が過剰でインナードライみたいな感じの人に化粧水だけ入れてもやっぱりところどころ乾燥してしまう、それによってまた油が出てしまうということがあるので、ある一定の保湿、膜を張るような保湿はしたいんですけれども、ここに油分が入っていたりすると皮脂と相まって毛穴が開いて見えたり、あとは毛穴の酸化とかで黒ずんで見えたりということがあるので、皮脂は入れたくないんだけれどもしっかりと膜を張るという意味では、こちらはですね、やっぱりセラミドがしっかり入っています。セラミドだけじゃなくて、これにはユーカリエキスというものが入っていて、ユーカリエキス自体も皮脂分泌をコントロールしてくれるんですね。なのでしっかりとベタつきを抑えながらも、プラスしっかりと角質は水分で満たしてあげるということができるので、こちらで開き毛穴だったりを抑えてくれる可能性があるなと。3000円なので、どちらかというとやはり開き毛穴とか皮脂分泌が過剰な若い人向けなのかなと思ったので、皮脂分泌をコントロールするような、そして抗炎症作用のあるようなビタミン C が入れつつ、それでもやっぱり開き毛穴でも保湿をしてあげたい、それが毛穴を開くというようなことにつながらないようなための保湿という意味で、このキュレルのシトラブケアを選んでみました。スキンケア初心者で、でも毛穴が気になってどれを選べばいいか分かんないという方には、この2つのセットおすすめかなと思います。ちなみに私がこの保湿ジェルを Amazon で見たところ、1380円で売ってたんですね。なので2つ合わせて3000円台なので、スタートするにはいいお値段かなとは思います。
続いての値段別スキンケアアイテムは5000円になります。5000円で選んだものはこちらの3つ。まず1つ目が肌ラボ白純プレミアム薬用浸透美白化粧水、そして美容液がエビス VC エッセンス、そして乳液がジフレ美白乳液 VC です。先生、やっぱり美白系が多いですよねっていう方も多いと思うんですけれども、一つ一つどうやって選んだかを解説していきたいと思います。まずやっぱり毛穴っていうのは何が一番かっていうと、皮脂分泌もそうですよね。なのでさっきの3000円で選んだのは皮脂分泌をどう抑えていくかっていうことがメインになったと思うんですけども、5000円で選んだものは開き毛穴も皮脂コントロールも大事ですけれども、年齢がいくとたるみ毛穴になったりとか、あとは皮脂分泌が過剰で皮脂が肌に残ることで炎症を起こしてしまう、それで毛穴が黒ずんでしまうっていうようなことを抑えていきたいということを考えて5000円1万円というのは選んでいます。まずこの肌ラボの白純プレミアム、どんな有効成分が入っているかっていうと、これはトラネキサム酸です。これ自体は本当に美白の有効成分なんですけれども、これも抗炎症作用があります。なのでダイレクトに毛穴というわけではないんですけれども、皮脂分泌が過剰で肌が炎症を起こしてしまうという時にはいいかなと。もう一つグリチルリチン酸ジカリウもそうですよね。炎症が起こったことをこれは抑えてくれます。もう一つ私がこれを選んだ理由はビタミン C の誘導体が入っています。こちらに入っているビタミン C は水溶性のビタミン C なんですね。なので即効性があるというふうに言われているのと、あとはビタミン C ですから皮脂分泌もある程度コントロールしてくれる。もう一つは真皮の方に行ってコラーゲンとかエラスチンも増やしてくれるので、長期的に言うとたるみ毛穴も抑えてくれるんじゃないかなっていうことを考えて、こちらビタミン C も入っていて抗炎症もあるということで、美白だけではなくて毛穴にもいいなという意味でこちら化粧水を選びました。そして美容液なんですが、これはですねピュアビタミン C が 5% 入っているという美容液になります。ピュアビタミン C っていうと本当に皮脂分泌をしっかりとコントロールしてくれる、なのでベタベタさんには水溶性でもなく油溶性でもなくピュアビタミン C ってすごくいいんですよね。その中で多分これって本当にピュアビタミン C オンリーなので、例えばピュアビタミン C で壊れやすかったり、あとは浸透がそこまで行きづらかったりするので、それをしっかりとね浸透しやすいにいろんなオプションをつけるとお値段が高くなっていくんですけども、こちらは私が買ったところでいうと3740円でそんなに高額ではなかったんですね。その代わり小さめなんだと思います。だから早めに使い切った方がいいんじゃないかなと思います。なのでこれはお顔全体というよりも毛穴が開いていて気になるなっていうところにしっかりと入れていく。ピュアビタミン C なので本当に皮脂をしっかりとコントロールしてくれて、プラスアルファ開きというものも改善を可能性が高いかなと思うので、毛穴ケアっていうのにビタミン C って水溶性とかいろんな種類のねビタミン C を入れていった方がいいと思うので、化粧水では水溶性の、そして美容液ではピュアビタミン C をと入れて、いろんな角度からビタミン C を毛穴ケアに効かせていきたいなと思ったので、美容液はこちらを選んでみました。正直若くて皮脂分泌がものすごく活発な人だったらこの化粧水と美容液だけでもいいんですけれども、乾燥があるよっていう人に向けてこちらジフレの美白乳液を入れてみました。正直ねこの2つだけでもこっちが3700円でこっちが1000円だから4700円なんですよね。4700円であともうちょっとで5000台っていう時に、まあ、これ880円だったのでお値段から考えたって言ってもぶっちゃけあるんですけれども、でもこちらもですねビタミン C 入ってるんですよね。エラスコルビン酸ツグルコシド、これも水溶性になるんですが、こちらがしっかり入っていて、かつ乳液なんですけれどもそこまでベトつかない、エモリエント成分もしっかりと入っているんだけれども油分がそこまで大きいというものではないので、正直この2つだけでも本当に脂分泌が過剰でベタベタしてて、特にこれから夏でねマスクもあって皮脂が過剰だよっていう方はこの2つだけでもいいですけれども、目の周りとか乾燥が気になるっていう方はこちらのジフレの美白乳液プラスしてもいいんじゃないかなと思って、ちょうどお値段も880円で全部足しても5000円台になるので、この3つビタミン C を水溶性と、そしてピュアビタミン C を入れてあらゆる角度からビタミン C を効かせるという意味でこの3つを選んでみました。続いては1万円台になります。1万円台で選んだのはこの3つになります。まず化粧水は
ドクターシーラボ VS センスローション EXR、 そして美容液がエトボスバランシング VC クリアスポッツ、そして乳液がムクナエイジングケア乳液です。1万円台になるとビタミン C だけじゃなくって、他でも毛穴ケアができる成分がいろいろ入れられるようになりました。シーラボのね VC エッセンスは本当に皆さんご存知だと思うので、こちらには水溶性のビタミン C だけじゃなくって PPS という良心媒性、水溶性でも有用性でもどっちでもいけるという、皮膚に奥の方までも浸透できるし、肌なじみも良くて浸透も良くて速効性もある、持続力もあるという、本当ビタミン C の王様と言っていいほどのPPS も入っています。あとナイアシアミドも入っているので、ナイアシアミド自体もコラーゲンの酸性を促してくれるので、ダイレクトに毛穴を小さくするというよりはコラーゲンとかが緩んでしまって毛穴が開いてしまうのを抑えてくれるということにもなると思うので、さっきから毛穴といったらビタミン C っていうふうにお話ししてますので、このローションでね水溶性もそして PPS も入れられるということで、ビタミン C の化粧水の代名詞と言っていいほどなものなので、1万円台ではこちらを入れてみました。そして1万円台の美容液、これねエトボスのバランシング VC クリアスポッツというものになります。なので全体的に塗るというよりは本当にクリアスポッツなので、部分的に毛穴が気になる場所に塗っていくものになるんですね。 VC って書いてあるので、これもビタミン C 誘導体が入っています。それだけじゃなくって、実は私がこれを選んだ一番の理由はですね、アゼライン酸の誘導体というものがこれには入ってるんですね。先生、アゼライン酸って何っていう方もいると思うんですが、日本ではなかなか薬剤がないんですけども、海外ではアゼライン酸っていうのは角層が厚くなってくるのを抑えてくれるという働きがあって、ニキビの治療でも使われているものなんですね。もちろんそれの誘導体だし、そこまで高濃度は入っていないと思うんですけれども、毛穴の詰まりを抑えてくれる効果がやっぱりアゼライン酸には高いです。なので毛穴の詰まり、角層が厚くなって毛穴が詰まってしまうということをある程度抑えてくれる、ビタミン C で皮脂分泌も抑えつつアゼライン酸で皮脂の詰まりを改善というか抑えてくれる、ビタミン C で皮脂分泌を抑えながらアゼライン酸で皮脂が詰まるのを予防してくれるということになると、やはり詰まり毛穴、それによっての毛穴が開くということを改善してくれるというか予防してくれるんじゃないかなということで、こちらを選んでみました。本当に毛穴ケアではアゼライン酸入ってるのって実は意外と少なくって、でもこのエトボスは優秀な感じで、もちろんねニキビの元にもなりにくいノンコメドジェニック処方でもありますから、毛穴だけじゃなくてニキビのスキンケアというので気になるっていう方はこちらチェックしてみてもいいかなというもので、こちら選んでみました。そして1万円台最後はこちらのムクナのエイジングケア乳液を選びました。エイジングケアなので毛穴には程遠いんじゃないって思ってる方もいらっしゃると思うんですが、メインはですねもちろんセラミドになります。乾燥を防ぐようなヒトセラミドがしっかり入ってるんですが、それだけじゃなくて実はこれはビタミン A、C、E の3つが入ってるんですね。ビタミン C はさっき言ったみたいに毛穴ケアには抜群なんですが、ビタミン A の誘導体パルミチン酸レチノールという守りのビタミン A が入ってるんですけども、この守りのビタミン A というのはコラーゲンとかエラスチンを酸性を促してくれる、あと肌にね水分を維持してくれるというものがあるので、肌がふっくらしたようなお肌にしてくれるんですね。乾燥からくる毛穴ケアだけじゃなくて、真皮だとかコラーゲンとかエラスチンが少なくなることでたるみ毛穴ということが起こるものを予防してくれるということがあるので、ビタミン A っていうのが入ってるのはとてもいいなと。それをサポートするビタミン E、トコフェロールとかも入っているので、エイジングケアなんだけれども、エイジングケアをしながらもたるみ毛穴だったりというものを改善する、あとはセラミドが入っているのでね、キメが荒くなって毛穴が目立つっていうことも予防してくれる。実はねこのね乳液ね、おいくらかっていうと、こんなにね成分入ってる2618円でした。ちなみにエトボスが2750円、シーラボが5000円だったので、全部合わせても1万円台なんですね。1万円台でビタミン C もアゼライン酸の誘導体も、そしてビタミン A の誘導体もビタミン E の誘導体もオールマイティに全部入れていくので、毛穴ケアでいろんなことを悩んでいるという気にも、そして詰まりに
もいろんな成分でこうアプローチできるんじゃないかなと思って選んでみました。いかがでしたか。今日は3000、5000、1枚でかなり迷ったんですけれども、毛穴って言っても本当に詰まりなのかたるみなのかっていうこと、そして詰まってる人でも将来のたるみ予防にもなるし、でも今詰まってるんだったらこういったケアがいいよというようなことがご提案できたかなと思います。まとめるとやっぱり毛穴ケアってビタミン C はとっても大事なんですね。なのでお安いものになるとビタミン C の誘導体で水溶性のものが多いんですけども、お値段出してピュアビタミン C だったりとか、あとは APPS を少しお値段が上がるにつれて使っていった方がいいですし、皮脂コントロールのものですね、3000円台で出した皮脂コントロールのキュレルのものだったりとか、あとは1万円台でご紹介したアゼライン酸の誘導体が入っていたりとか、その辺で皮脂がね毛穴に詰まらないようなケアをしていっていただけるといいかなと。あとはですね、やっぱりたるみ毛穴っていうことも将来的には心配になってくるので、ビタミン C だけでもいいんですけれども、タルミチン酸レチノールみたいなビタミン A の誘導体とかも入っているとそこもいいんじゃないかなと思います。もちろんね、3000、5000、1枚これじゃなきゃいけないっていうわけではないんですけれども、お値段別で出せる方が皆さんも選びやすいかなと思ったので、よかったら参考にしてみてください。前回は美白、そして今回は毛穴だったので、次回こういったものでお値段別が見たいよという方、リクエストがあればコメント欄に書いていただけると嬉しいです。そしてまだチャンネル登録してないよという方は、ぜひぜひチャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。